私、女神に捧げよ。最も美しい女神に捧げよ。最も主にふさわしい女神に捧げよ。
最も美しい女神に捧げよう。なんだそれは。またそのお守りか。あの銀城さん、おそらくこれであの人を退けることができるんだと思います。あの人？殺人鬼です。殺人鬼だと？どういうことだ？まだ言ってなかったね。ここには殺人鬼がうろついてるんだ。なんだそりゃ。そんな中で瞳を連れて歩いてたのか俺たちは。そういうことになるね。ただ殺人鬼がいなかったとしても危険に変わりないってことは忘れないで。それで退けるっていうのは、前に言ってたお守りが守ってくれるってやつのこと？はい。あの人に襲われた時、2回ともお守りを持っていて、どちらの場合もお守りはなくなってました。偶然ではないと思います。そうか。だったらそれは上白さんが持ってた方がいい。それでいいよね。ああ、それで瞳を守れるんなら異論はない。わかりました。最も勇ましい女神に捧げよう。最も勇ましい女神に捧げよう。
リンゴ。リンゴ、リンゴ、リンゴ。わっ、わっ。何だったんだ、今のは。見てください、リンゴが黄金に。それに、カードが落ちています。人形の方はどうだ？戻りましょう。人気だ。待ってください、あの人はレンジです。レンジ、レンジ、私はマリアよ。お願い、こんなことはやめて。おい、こっちに来るぞ。レンジ、願いだから。やめろ。だったら化け物め。エンジシロさん、どうしたの？あいつか。どうやら思い出したようですね。どういうこと？あなたを殺したのはそこにいる銀城エイトだということですよ。銀城が上城を殺した？嘘よ、そんなデタラメ誰が信じるっていうの？では証拠をお見せしましょう。証拠？
城、これは何だ。知らない、僕じゃない。どう見てもお前だろうが。なんだこれは、一体何をしているんだ。わからない、覚えてない。本当だ。林城エイトは連続殺人鬼なのですよ。これまでにあなたを含めた多くの人々を殺してきた悪魔のような男。金城さん、嘘ですよね。普段は小動物を殺して気を紛らわせているようですが、その男の殺人衝動は天性のもの。やがて抑えきれなくなると外に繰り出し。わからない、僕は何もわからないんだ。あなたの左腕にのみ感覚がないのはなぜだと思いますか。その男があなたの左腕を食べてしまったからですよ。食べた。あなたの左腕はすでにその男の血肉と化している。取り戻すにはその男を殺すしかありません。そうすることであなたは完全な存在に戻ることができる。あなたを生き返らせるための反魂の儀の実験は完遂される。反魂の儀。さあエイトを殺しなさい。あなたを殺害した無慈悲な殺人鬼に引導を渡すのです。私は彼を殺さない。意味がわかりません。その男はあなたを殺した殺人鬼なのですよ。何をためらう必要があるのですか。殺せない、殺せるわけがないじゃない。そうでしょ、ここまで一緒に来たのよ。どうやって殺せって言うの。殺人鬼だから殺していいなんて、それこそただの殺人鬼じゃない。あなたにはそれがわからないの。わかんない。千鶴、意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。おい、無事か。大丈夫です。ひとみさんの体には傷一つついていません。そうじゃない、お前が。平気です、大丈夫ですから。僕は何も覚えてないんだ。だけど本当に僕が殺人鬼なのだとしたら、ちゃんと罪を償うつもりだ。無事に脱出できたら。わかりました、一緒に外に出ましょう。おい、本当に信用できんのか。殺人鬼なんだろ。今は違います、これまで協力してきた仲間じゃないですか。あ、そうだな。今は先に進みましょう。
どうしたの？一巡してます。ここは私が最初に訪れた場所です。一巡、つまりもうここにある場所は全部探し尽くしたってことか。そうなってしまいます。ならここに出口なんてない。これは、これは七惑星の順番に私たちの部屋を移動させろということではないでしょうか。部屋っていうと俺たちがカードを使って動かしてるあの部屋か。はい、このカードに書かれている図柄は惑星記号というもので、それぞれ木星、土星、金星や火星といった惑星を指しています。なので七惑星に対応する順番でそれぞれのカードを使って移動すれば道が開けるんだと思うんです。なるほど。ひとまず試してみよう。そうだな。やっぱりみんなのところにもあったんだ。そうみたいだな。正解だったということでいいんですよね。ここはまた新しい部屋につながってます。多分それでこのメモリカードは前の続きってことでいいんだよね。金城さん、それは？ここに落ちてたんだ。
最初に出てきたのが僕だったから拾っておいたんだけど、中を確認するのは全員揃ってからの方がいいと思って。そうですね、まずはこれを確認しましょうか。ああ、そうだな。本当に意味あるんだろうな。わかりません。再生するよ。あかり、どうした？あかりが欲しいのか？違う、名前。ああ、なるほど、あかりか。いい名前だ。3日くらいかけて考えた。なあ、そんなに長い間考えてたんなら俺にも参加させてくれてもいいんじゃないか。純が考える名前はキラキラしててよくわからない。キラキラって、別にそんな変な名前じゃないだろう。名前？子供の名前だ。女の子だった？それとも男の子？あ、ごめん。いや、いい。別にお前たちのせいじゃない。ただ、このことについては正直あまり話したくはない。生まれるはずの子供がいたとだけ覚えておいてくれ。子供の名前。いえ、大丈夫です。何でもありません。お前たちは、結婚してないなら子供はまだだろうな。まあ、多分。なあ、本当に俺たちに共通点なんてあるのか？どういうこと？赤の他人である俺たちに何の共通点があるっていうんだ。大体それを探ろうにもお前たち二人は記憶喪失で拉致が開かない。こっちは言いたくない過去まで掘り返されていい迷惑だ。そうですね、ごめんなさい。まあ、元を正せば俺たちをここに閉じ込めた千鶴のせいだからお前たちのせいだとは言わん。だがもうこれきりでいいだろう。人の過去を詮索するのはおしまいだ。